じゃあ各カメラさん準備よろしいでしょうか。マッチ復帰おめでとう。じゃあ間もなく話聞いていきます。いいですか。じゃあよろしくお願いいたします。8月1日以来、はい、2ヶ月ぶりの実戦復帰ということでしたが、今日改めていかがでしたか。はい、ゲームではですね、ちょっと条件付きで、打席にも、まあ、立つ感じで、まあ、今日の、テーマとしては、守備を、5イニングしっかり守れたので、それは良かったんじゃないかと思います。今言葉で条件付きと出ましたけども、はい、打席では一度もバットを振らずフォアボールということでしたけども、はい、そのあたりそうですね、今日は、自分の、バッティング感じでは、振っても大丈夫だと思ったんですけど、ちょっとまだ振らない、今日はですね、ボールを見ようということだったので、まあ、打たずに、ボールを見た、打席でした。明日も試合を行われるんですけど、明日も同じような形。いや、まだそれはですね、明日の、状態を見ながらだと思うので、まあ、それは明日になってみないと、まだ分からないと思いますね。守備機会も一度ありましたけども、実際、さばいてみていかがでしょうか。はい、守備に関しては、もう動きも、キャッチボールすることも、痛みがないので、まあ、守備に関しては、問題ないので、あとはバッティングを、どんどん上げていきたいなと思います。まあ、そんな中で2ヶ月間、約2ヶ月間、はい、まあ、リハビリ生活ということになりましたけども、いかがでした。はい、やっぱり、長かったですし、今日久しぶりにこうやってユニフォーム着て、みんなと野球できて、まずは、ね、楽しいなっていう思いがあったので、一日も早く、いい状態で、早く自分のみんなと、プレーしたいなという気持ちになりました。その時のチームの状況というのはどのように松田さんご覧になってたんですか。いや、まあ、本当に、みんな頑張ってくれたので、とにかく、残り少ないですけど、復帰して、少しでも、チームのプラスになりたい、そういう気持ちで今、頑張ってます。改めて、まあ、練習の、段階のところに戻りたいんですけども、今日は特注の、まあ、サポーターをして、はい、まあ、打席にも立ってましたし、試合にも出てたんですけども、あれはどういった…まあ、やっぱりもうね、デッドボールで、こう先制を、ね、離脱することがないように、ね、最善の努力っていうことはやっぱり道具でもあると思うので、まあ、サポートをしつけながら、これからのバッティングはしていきたいなと思います。特になんか違和感とかなく触れた。はい、違和感なく、触れたので、これからもつけていきたいなと思います。両手にするっていう話もあったりするんですけど。そうですね、まあ、両手つけて、しっかり防ぎながら、これからもバッティングしていきたいなと思います。まあ、その中、まあ、今後の調整としては、はい、どのような段階を踏んで、まあ、一軍復帰っていうのを目指したいなと思います。そうですね、まあ、今日フリーバッティングまでも全部やってるので、あとはとにかく、ピッチャーの球を打って、打てれば、問題ないんじゃないかと思います。松田さんのビジョンとしてはどのあたりっていうのが。いや、ビジョンは分からないですけど、まあ、一日も早く、一軍の、球場で、プレーすることを想像しながら、毎日頑張ってきたなと思います。最後になりますけども、まあ、一軍復帰して、はい、まあ、残り試合少ないと思いますけども、はい、どういう形でチームに、貢献していきたいと思います。そうですね、やっぱこれまで悔しい思いしましたし、とにかく、チームが元気づくような、まずは元気を出して、残り数試合、全力で精一杯頑張っていこうと思います。はい、代表は以上になりますけども、他ありましたらよろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。